青山が探してた。ホテルにいるよ。ホテルにいる。どうすればいいんだろうな。パソコンとか携帯とかバッテリーとか全部充電しなかったからさ、放送できないんだよね。爆睡しちゃったよ。酔っ払ってたから充電忘れてた。エミネムさん、ありがとうございます。おかげさまです。の初見者、ナノさんいらっしゃい。よろしくお願いします。沖縄の方なんですね。ありがとう、来てくれて。初見さん。はい、ワドツ。千葉ね、行こうね。はい、ミュール、おはよう。何ミュールのサムネ。釣り船配信はしないかな。釣り苦手。アデイリーありがとう。おはよう、たくみさんおはよう。喉やばいね。喉やばい。マジで。風邪治んない。風邪だね。風邪だよ、風邪。この部屋ってゴミ箱ねえのか。はしゃぎすぎた。こうちゃんありがとう。よいしょ。ね、部屋がね、どこも冷房がガンガンに効いてるんだよ。多分ね、それが原因だと思う。部屋の冷房ガンガンに効いてて。で、部屋の冷房効いてるでしょ？で、外暑いでしょ？それがね、原因。あと、俺皮膚めちゃめちゃ弱いの、子供の頃からもうボツボツで、ただれちゃってて痛いんだよね。ちょっと伝わりづらいかもしんないけど、ぶっつぶつなんだよ。エリさん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。ごまさん、こんにちは。温度差、あと冷房直撃で喉やられてる部分、それで風邪ひき始めたっていうのあるかもしんない。喉がめちゃめちゃ痛い。テルどこいんだろう。テル遊んでた。テル何やってる？チャンピン。チャンピンどこいんだろう。わかんねえ。ステーキ食ってんの。あれ、琉球ガラスもう時間じゃない？そろそろ。琉球ガラス作り行くんじゃなかったっけ？お土産買ったのかな？またお土産買ってんのかな？お土産だらけなんだけど、この部屋。すごいお土産買ったよ、みんな。見る？見たい？みんなに買ったお土産。
これは何だ？これ沖縄の服ね。これ服なん、服だ。沖縄の服。沖縄の服。沖縄の服。女の子用ね。沖縄の服。それから、まあ、沖縄の服。それから、これは珍しい。沖縄の服ね、これ。沖縄の服。で、次はね、またちょっと一風変わってて、沖縄の服ですね。沖縄の服。これ買ったでしょ？で、他に何買ったかな？他にはね、たくさん買ってあるよ。みんな楽しみにしててね。これは沖縄の服。これは沖縄の服ね。沖縄の服。沖縄の服。沖縄の服。それから、これは沖縄の服ね。これも沖縄の服。それから、沖縄の服ね、これも。沖縄の服。沖縄の服。それから、沖縄の服買ってあるから、沖縄の服。で、沖縄の服ね。沖縄の服。それから、これは昨日買った沖縄の服だね。これ昨日お店で買った沖縄の服。沖縄の服。どんだけ服買ってんだよ。どんだけ買ってんだよ。まあ、沖縄の服ね、合計ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11枚買いました、沖縄の服。11枚買いました。次行きます。これおまけでくれた魔除けのシーサーね。これもプレゼントしよう。あとはネックレスが1個。ネックレス。あ、これドレさんのマスク。ドレさんのマスク。ドレさんのマスク。ね。コメント見てるよ。おはよう。あ、まさきさんいらっしゃい。沖縄の服と、まあ、沖縄の服だね。基本的には。あと、ハンカチね。琉球のハンカチを、琉球柄のハンカチーフをね、10セット買ってますんで、これもプレゼントしまーす。これね、琉球のね、琉球のハンカチでーす。マスク買った。服、ちょっと女の子を意識しすぎたね。女の子を。女の子をちょっと女を意識しすぎた。で、あとネックレス。ネックレスが、ネックレスが3つ。これは何だっけ？これ何だろう？なんか携帯ストラップみたいなやつね。携帯ストラップみたいなやつからの、サメの歯。サメの歯でーす。はい。
そんな感じです。はい、じゃあ女性ばっかりだね。今回女性に対するお土産が多いですね。琉球のハンカチとドレさんのマスク、これネックレスね、これ、これネックレス、いいさ、いやさあさあ、はい、しまいます。畳んでおきましょう。アイワードツーありがとう、よろしく。ムームーしまいます。俺ムームーが好きだから、ワードリスナーに可愛いムームーいっぱい買ったから、ムームーをね、ぜひあの部屋着にしてください。可愛いよ結構、ほら俺のセンスで選んだから、もう和道リスナーに来てほしいムームーをね。和道リスナー可愛い子が多いから、こういうムームーね。これスカートにもできるし、こうおっぱいのところに止めて、ここに止めることもできる。ここで着てもいいし、ね、涼しいですから。これ柄見てこうか、柄。いや俺が色全部選んだ、一個一個。あれでもない、これでもないって。で、赤が好きな人とかね。これちょっと下がヒラヒラしてて。でね、赤ね、はい。赤白。これいいでしょ？俺が全部決めたから。はい、で、今度、白とブルー。白とブルーね。白とブルーのムームー。かわいいでしょ？なんか変なやつもあんのよ。ダッセーデザインもあったんだけど、もう全部排除したから。これ緑と白のムームーね。緑と白の。赤かわいい？あと、これちょっとアダルティのね。これ、黒ムームーね。黒ムームー。黒ムームー。緑もいいでしょ？これは青のちょっと別柄だね。これ、青ムームー。これちょっと、あれだな。あの、背の高い人用だね。背の高い人用のムームー。黒いいんだ。まあ、黒これもあるよ。黒赤白、これ和道カラーだね。黒ムーム、黒ムーム、青好き。俺も青が好きかな。でもこれはちょっと大人な感じね。茶色と白ムーム、茶色と白ハイビスカスね。で、緑と茶と白ムームー。これ大人だね、ちょっと。これエロいね、なんか。ワードカラーもいいでしょ。で、白赤ムームーです。はい、ムームー11着ね。はい、はい、こんな感じですね。ムームーは全部かわいい。俺は青ムームーとかかわいいと思うけど、パジャマとかにできるかな。パジャマとか、うん、ぬこさんいらっしゃい。ケイちゃん夜22時ぐらい配信やってんじゃないかな。俺はずっといつも配信やってるから、多分やってると思うよ。うん、あもう、たくみさんにお土産って、たくみさんスタッフだから大丈夫。たくみさんに一個一個買ったらもう大変なことになるから。
あと何買ったこれ。なんかいっぱいあるんだまだ。あ、まだあった。あ、これ俺が昨日買ったやつか。俺の服だこれ。これは俺の服だ。うん。ああ、鼻水がすごい。鼻水やばい、喉やばい。ぶっ壊れてる。ぶっ壊れてるよ。22時に何なの、ケイちゃん。センスいい？俺女の子の服一緒に選ぶの好きだよ。え、っていうか充電されないのなんで？携帯、携帯通貨バッテリーが充電されない。なんだろうこれ。どうしたらいいんじゃ。こっち。なんでだ。なぜだ。可愛いのばっかり、うん、はい、あとはなんかチンスコとか買っていきます。以上です。ちょっと女の子多めに買っちゃったかんね。女の子多めに、最近女子が増えてきたから。ああ、そういうことか。ははは。ありがとう、ケイちゃん。うん。センスいい？ありがとう。まあ、全員に渡せないけどね。リスナー全員に。まあ、見て楽しんでください。チンスコ好き？チンスコめちゃめちゃうまいよね。俺もずっと食べてたいもん、チンスコ。さて、そろそろ帰るスケジュール考えようか。今考えてんのが、一回東京に帰って、で、しばらくしてから大阪に行くっていう手段が第一案。で、第二案が、交通費を節約するために、もう沖縄から大阪に向かうの。沖縄から大阪に向かって、で、なんかコラボとかやって、で、なんつうの、コラボとかやって、そのまま帰るっていう手段。そうするとほら、東京に行って大阪往復分が片道分で済むじゃん。ちょっと安く済むっていう。でも俺としては一旦帰ろうかなっていうのもある。一旦帰った方がいいのかな。疲れを取るために。みんなどう思う？大阪編は月末に持っていくか、大阪を月末編に持っていくか、それともこのまま行くか。風、そうなんだよ。風があるから、そうなんだよね。一旦東京帰るか。一旦東京帰ろう。どうしよう。そうします。こんばんは。一回休んだ方がいいよね。うん、それはある、うん、ちょっと体調まずいね。あと今日琉球ガラス作るんだ。そうだ、忘れてた。琉球ガラス作る予定なんだけど、テルどこいんだろうな。テルも向かった？ガラス屋さんに。テル向かっちゃった？ガラス屋さん。どうなんだろう。どんな感じ？テルは。まず数直すか。うん、羽っていうかね、シルバーアクセ昨日買ってきた。
テルは風邪治ったのかな。ネックレスとブレスレット買ったね。ネックレスとブレスレット買った昨日。これがブレスレットで、あ、違う、これ付け方間違えてる。ちょっと待って。ブレスレットはこっち向きだね。ちょっと待って。ただ俺がこのアクセサリー慣れてない。難しいんだよ、これつけるの。知恵の輪みたいな付け方するんだけど、すげえ難しいこれ。これがブレスレットで、シルバーブレスレット見える？でね、で、オローズっていうの？ソカロ？ソカロって何？で、これが、タカです。こう、羽ばたくのね。広げてもいいし、こう、タカになってる。鳥ね。で、それをカスタムしてもらって、バジュラをつけてもらって。真鍮のバジュラを。羽じゃなくて、鳥がそのまま首についてる。オローズっていうのかな、わかんない。国際通りの一番前にあって、最初に行った店、仏教系のシルバーブランド、ソカロ。今はいいや。仏教系のは好きだよ俺。バジュラとかね。で、俺は今から琉球ガラスを作るはずなんだが、どうしよう。俺、部屋から出れねえんだよ。どうしたらいいんだろう。鍵ないから、この部屋の。どうすればいいんだろう。フォローズではない。沖縄にあんの、ゴローズって。テルが部屋で待ってて。ああ、了解、部屋で待ってるわ。そうそう。なんかネックレスがダメになって、トゲトゲのやつつけてたんだけど、シルバーじゃないから肌が荒れるから、新しいの買おうと思って。ゴローズは原宿なんだ。あ、ありがとう、見える。今日のガラス作りは、YouTube にあげようかな、じゃあ。シルバー俺も好き。テルレンタカー借りたんだ。そう、あれシルバーじゃないんだよ、あのイバラ。パチモンなんだよね。シルバーだとあれがいいんだけど、なんか変な鉛でしょ。首元が寂しかったんだよね、今まで。でもこれ定番にしようかなと思って。左手にガチャガチャつけてんの。左手こんな感じなのね、今。そうそう。見づらいか。そ
右には何もつけないんだよ。左手はもっとガチャガチャつけたいかな。この辺まで。ブロックでーす。カフスボタンいっぱい持ってるよ。ケイちゃん頑張ってね。いってら。そうだね。和道キャラが立ってきたんだよ。そうだね。俺も送りたいと思ってる。和道ツーコンタ。腹減ったな。風船ありがとう。風船ありがとう、ルークス。おはよう。ゴンタもありがとうね。タトゥー掘ろうか迷ってるんだよね、ぶっちゃけ。でも、タトゥー掘ってる、便所太郎さんですらやめた方がいいんじゃんって言ってる。タトゥー入れたいんだよね。あ、ベルトね。あ、でも、首元がしっかりしたから、首元の気に入ったアイテム見つかったからよかったね。これ、鳥だから。なんか羽ばたきたいなと思って。ワドをフライハイ。似合いそうだけどやめた方がいいよね。そう、手のひらと、この、こっち側に、ここに、ここと、手のひらに入れたいんだよね。でも手はね、すぐダメになるんだよ、ね。あと指、ここに。手だけ。ここしか入れない。もし入れるとしても。要は、トライバル入れようと思ってるね。昔入れたかったのは、ここに蜘蛛の巣入れたかったね。ここにバーって蜘蛛の巣、ここに。こんばんは。やっぱ入れてる人ほど止めるんだよね。そう、便所さんにも相談したの。実はタトゥー入れたいんですけどどう思いますって。やっぱやめた方がいいよって。で、ヨコちゃんも入ってんだ。でもその配信で食って腹をくくる、そう消えないから。で、仇じゃない照明じゃん。もう要はまともな仕事つかないとかさ、仇にはなれない、もう戻らないっていう覚悟のために入れるもんだから。いや、チャンピンに入れてもらわねえよ。チャンピンの入れ墨じゃねえ。ここにテルって書いてあるんだから。ありがとう。カッチェありがとう。温泉とか行けなくなるのは辛いよね、ちょっとね。配信的に。そこはある。あ、タトゥーも32でタトゥーはねえよな。32でタトゥーはねえよな、正直な。もう入れるタイミング逃したわ。あれは若い時に勢いで入れないとダメだよ。台風大丈夫でしょ？やめとく。のぶきおはよう。大島優子の優って入れるやつだぞ。今のままの方がいいよね。タトゥーはもう入れる機会逃したわ。後から後悔する。洋彫り、和彫りは絶対入れない。和彫り苦手なわけじゃなくてかっこいいんだけど、自分には合ってないと思ってる。入れるとしたらトライバルだと思うよ。
クールビズきつい。あー、そっかそっか。まあね、友達が言ってた。おしゃれは我慢だって。これ名言だと思うの。おしゃれは我慢。中学生の時に教わった言葉なの。暑いとか寒いとかじゃないんだって。おしゃれをしたいために全てを 耐えるんだって。蛇は嫌言うかな。脇の下とか足の裏とか。まあタトゥーはいいや。あとはもう、こっからここまで好きな言葉をバーって入れていきたいよね。これでバーって。ああ？違う？柄が違うって意味じゃないの？まあ、要彫りだね。でも、日本の和彫りってすっごい綺麗だっていうね。その、体の作りに対して模様が描かれるんだって。だから、すごい理にかなってるらしいよ。胸とか似合いそうだけど。いや、胸は入れたくないかな。ピークも言ってた。おしゃれは我慢って。まあ、おしゃれは我慢だよな。なんだろう、バッテリーが全然充電されない。なんか変だな。壊れた。まあ、保険とかさ、なんだとか、定職に就くとか、そういうのを捨てる人が入れるもんだから。いや、やめようって話をした。入れたいけどっていう。いや、知ってるよ。もう。じゃあ、柄が違うんだよ、要望と和彫りは。本当にタトゥー好きな人は和彫り入れるって言うけどね。テルはもうタトゥー直すべきだよね。でも、アホっぽいところが生主として際立ってるから、あれはあれでいい味出てると思うけど。アホだなーっていうね。アホだなー、テルって。俺夏場になると汗もでかぶれるんだよ。でも、なんか至るところがかぶれてて、かゆくてかゆくてしょうがない。捨て頃から潜ってくれた。あ、カズさんありがとう。もしよかったらフォローしてね。そうなんだよね。温泉入れなくなるのは痛いんだよね。温泉大好きだから。まあね、みんなやめとけって言うんだよ。入れてる人もやめとけって言うし。要はね、覚悟がないとダメだよっていうことを言ってんだよ。意味合いとしては。腹くくんないダメだよって。要はこっち側の人種なの、お前っていうことを言ってんでしょ。そうだね。何食おうかな。
じゃあ一回さ、大阪行かないでそのまま東京帰るわ、俺。もうちょい、プラプラしたら。サブカル配信者なのかな？どうなんだろうね。なんだろう。っていうか、そもそも俺は、配信自体がサブカルだと思ってるから。いや、今日帰らないよ。まだ飛行機取ってないもん。飛行機取って、もう、2日ぐらいプラプラしようかなと思って。え、でも、ノリしかなくない？タトゥーってノリと勢いで入れるもんだと思ってるけど。だって考えれば考えるほど入れる合理性がないんだ。かっこいいだけだ。台風もう過ぎてるっしょ。飛ぶかどうかはわかんないけど。飛ぶかどうかはわかんないよ。今日帰るわけじゃないからね。前にね、タトゥーのフェス行ったらいろんな彫師さんが彫ってるとこを見れて、それに合わせた曲を友達の DJ。へぇ。タトゥーはやめとくよ。胸に入れてるのがいいんだ、みんな。胸は別にあんま関心ないな。顔むくんでるかな？むくんでる？のの。風船ありがとう。ありがとう。ダメだ、バッテリーが全然充電されない。全然ダメだわ。でもタトゥー入れるとしたら見せないかな。タトゥー、もし仮にだよ。入れる、入れないの話じゃなくて、もし、ここに掘ったとしたら俺ずっと手袋つけてると思う。放送では絶対見せない。それは断言する。髪の色ね、真っ赤にしようか、全部真っ赤にしようか迷ってるんだよね。伸びてきちゃったから。なんで、なんかタトゥー、見せるもんじゃないかなっていう。見せるもんなんだけど。足は別に。入れるんだったらさっきも言ったが、ここに入れるのよ。みやみやいらっしゃい。腹減ったな。おはよう、なおさん。おはよう。おっぱー。俺は入れても個人自由だと思うし悪いとも思わないけど、もし和とが結婚して子供が生まれてプール行きたいとか温泉行きたいとか言う。あのね、プール行きたいっていうガキがムカつく、まず。何の権限があるんだお前にっていう。飯を食わせてもらってる分際で。その発想が嫌だね。まずタトゥー云々の前にプール行きたいとか抜かしたら俺は引っ叩くと思うね。舐めるなっつって。俺の方がプール行きてえからっつって。お前より俺の方がプール行きてえし。って多分ぶん殴ると思う。
ことでしょ。おい、熊郎さんいらっしゃい。うん、もう結婚とかそういう選択肢は捨ててるからね、俺。結婚とか子供を作るとかもうどうでもいいから。彼女は欲しいけどね、パートナーは欲しいけど、子供できても変わらなかったんだよね、俺。子供できても変わらないからね。子供できたら変わるよって言ったけど、変わんなかったから、実際。相当頭おかしいんだと思うよ。いや、墨入れようとしてるわけじゃなくて、タトゥー似合うねっていう振りがあって、シルバーとか似合うから、タトゥーとかかっこいいんじゃんって言って、ってくれて、で、タトゥーを入れようと思ってるけど、さすがに32歳デビューはないよねっていう話になって、まあまあまあ、まあ、昔入れようとしてたし、今でもちょっと入れたいんだよねっていう話をしてて、で、まだ、入れない方がいいってみんな言うんだよねとか、そんな話です。うん、自分で育ててないから、俺は親を名乗る資格はないと思ってる。うん、22かな。1回しか会ったことない。まあそうだよね。え、でも俺もう、なんか、ああ、でもどうなんだろうな。難しいな。うん、確かに。子供のこと考えたらやっぱ長袖着る方が正解なのかな。だから、いやだから、育ててないから親は名乗ってないし、自分の子供だと思ってないけど、俺の DNA を継いだ生物がいるだけだから。両方デスマスはどつ。いや、まあ、入れるときは覚悟するでしょ、そりゃ。そりゃそうだよ。アイワドツ、アヌンナキいらっしゃる。チョコさんいらっしゃい。いや、青山に負けたんだよ。俺が昨日何発上がった ?200 発ぐらい上げてもらって、青山は500発で、ダブルスコアで負けたんだよ。超悔しいよ。まあ、俺の、俺のレベルが低かったんだろうな、多分。パパではないよ。何回言ったらわかんねえよ。バカなのかよ、もう。何回も言ったじゃん。22の時子供生まれて1回しか会ったことなくて育ててないから親だっていう自覚ないよって何回聞くんだよ。パパなの?子供いるの?バカなの?バカなの?何回も言ってるじゃん。この5分間の間で。耳詰まってるのかい?ミコちゃん。何回も言ってるじゃん。青山だから今日多分デイリー1位だよ。知らないよじゃないよ。対話。心をもっと開いてくれ。耳を開いて。俺の目を見て。ちゃんと会話しよう。うん。ちゃんと会話しよう。フェイストゥーフェイスで会話しよう。うん。いいんだけど。うん。フェイストゥーフェイスだよ。クロージュアアイズだよ。目閉じるんかいって。はい。あ、もう10歳か。うん、そう。和道さんの DNA を持った人間がこの世に一人いるってこと。そういうこと。
ジャスミン、いいね。俺の話をよく聞いてる。まあ、古いリスナーさんは知ってるよね。別に隠してないから。まあ正直言うと別にタトゥー入れてどうこうで悩むことはないと思う。配信、そうなんだよ。そこはある。ただ、俺が言ってるのは、今更入れてカッコつける年齢かっていうのね。その、勢いとか大事だと思うの。その若さとか。その、で、一回入れちゃったらバンバン入れればいいと思ってるのも関係ないんだから。で、いいんだけど、32になって、タトゥー入れるってもう何デビューだよ、みたいな。遅いよ、みたいな。でしょ、うん、ただ、便所さんの体見ててかっこいいなとは思うのよ。そう。俺が言ってんのそこなんだよね。そう。別に、配信者やってる方がもう、ある意味さ、タトゥー入れてるより怖い黒歴史だから。多分、後世に YouTube で永遠と語り継がれるんだろうね。アホがいたって。2017年頃にアホがいたって。あ、ジャスミン、いいこと言うね。タトゥー入れなくても和藤さんかっこいいから必要ないから。リアトゥーしたら多分抱きしめちゃう。まあね。だから、もう、あれだ。70歳になったらタトゥー入れるわ、俺。そうしない？全身、顔とか。70歳になったら全身入れよ。あ、もう、嫁わずかだから、つって。それどう？うん、お世辞とか言わないでください、サボちゃん。おはよう。あ、蝶さんいらっしゃい。フォローしてね。ありがとう、来てくれて。嬉しいよ。もう70歳になって開き直って、あ、もう死ぬんだよ、つって。死ぬんだよっつって。それかっこいいね。もう、しわしわ、しわしわ。それかっこいいよね。それやろう。70歳でタトゥーデビュー。そっちの方がパンクだよね。還暦のお祝いね。60歳でね。そういう方がかっこいいかもしれない。半端すぎる。耳出し法一見ていたね。でも、三社祭りで女の人のタトゥー見たの全身入ってる、和彫りの。すげえエロかった。女の人の和彫り。そっから30年生きたら笑うよ。あいつまだ生きてるわ、つって。ところで、俺の青山どこ？わしの青山どこ行った？わしの青山。おはよう。入れるんですか？聞いてねえのかよ。もう5分ロムレよ。5分ロムレよ。入れないっていう話をしてるんでしょ？うん、は、お前ほんと、コメント欄を見て推測して話をするな。もう、だからお前ら雑談たぬきとか2チャンネルに振り回されるんだよ。バカだから。バカだから。5分ロムレよ。入れないよねっていう話をしたの。もうバカすぎるよ、もう。バカすぎるわ、ほんと。ありがとう、おはよう。ロハコさんといるときは嫌い？ああ。それ、ロハコさんが嫌いなんでしょ？多分。
ロハコさんといるときは嫌いなんじゃなくて、ロハコさんのこと嫌いなんじゃないの。こういう関係まで口出されたらたまったもんじゃないよ。俺は別に好きな人と遊んでるだけだから。なんだろう、バッテリーが0%になった。なんだこれ。どうすりゃいいの？なんだこれ、ぶっ壊れた。バッテリー5万もしたんだぞ、これ。塩にやられた沖縄の。今沖縄だよ。シルバーアクセサリー似合うからタトゥー似合うんでしょっていう話をしただけで、今は入れない。ただ70歳になったら入れるとかよって。そう。でも生放送の悪いところって全部ここなんだよ。もうね、大手になるやつってね、ずーっとループで同じ話できるやつなの。俺も無理なのよ、同じ話を聞くの。話すのも。喋り好きとしては本当は絶対タブーなんだよ。居酒屋とかでずっといるじゃん。金杯さんのトークスタイルがそれなんだよ。もう、曲げないの。でもよ、光るっつって。じゃあ、今、光くんの声だったね。光るっつって言って。お前は、この女を愛してないんだよとか言って。で、違いますよ、ばあさん。ばあさん違いますよ。って言ってんのに。いや、だから光る。お前は、女を泣かせたんだよとか言って、もう、2時間ぐらいずっと同じ話できんの。なんでだと思って。よっさんとかもそうじゃん。もうね、ループゲーできるやつ羨ましいんだよね。アンさんいらっしゃい。そう。なんかね、やっぱ生主って、要は一個の話題でずっと同じ話できるやつが向いてるんだよ。匿名さん、風船ありがとう。まあ、バエさんの芸は面白いんだよ。ただ俺の話でさ、じゃあ一からじゃあやる？たった今この瞬間から、でさ、みんなタトゥー入れようと思ってるんだよねって、もう全員ブラウザバックするぞ。一人の、タトゥー入れんの？っていう質問を拾ったら、180人全員被害被るんだよ。いや、タトゥー入れようと思ってんだけど、ここにさ、つってさ、いやでも30過ぎてってやるか？きついぞ、俺のループは。もうお願いだから、お願いだから、その過去の話、何の話っていうのやめて。何の話か知らないのは見てない方が悪いんだから。ありがとう、ありがとう。じゃあ、ありがとういじってるだけだから。間違いなくブラウザバックだよね。話を前に進めていきたい、俺は。前に進んでいきたいから。ホテルの前に着いた。俺は降りればいいの？部屋に来るのかな？俺は降りればいいのかな？どうなんだろう。行く？どうすればいいのかな？俺行けばいいのかな？どうなんだろう。着いたのは分かったんだけど。荷物置きに来るんだ。じゃあ、教えてくれたんだね、みんな。ありがとう。部屋まで、違う、ルームキー持ってんの、テルだもん。だから俺外に出れないの。逆逆。キーは持ってるよ、テルは。で、申し訳ないんだけどさ、俺さ、バッテリー充電されてないから、放送テルんところでいい？今日。放送。テルんところで。どうしようかな？動画撮ろうかな？ガラス作りに行くんだけど、琉球がガラス作りに行くんだけど、バッテリーダメだ。和藤さんの枠で待っててって言ってた。テルんところで、いや、二人枠開いてもしょうがないから、琉球ガラス三つ、リスナーさんにプレゼント用に作ってくるから、オリジナルで。ただ動画は撮りたかったな。俺がアホだった。寝てる間に充電忘れてた、寝てて。それは申し訳ない。
あとさ、ちゃんとさ、みんなさ、毎朝ツイートしてんのに、いいねとさ、リツイートして、ちゃんと。いいねかリツイートかコメントか。毎朝セクシー画像を、セクシー画像を俺は体を張って届けてるのよ。それこそタトゥーを入れるより恥ずかしい黒歴史を築いてるわけだから、ちょっとみんないいねボタン押さないと俺この活動やめるからね。おはよほら。う。俺やめるよ、この活動。ねえ。こうやって毎朝女の子のために、ちゃんとタグにも入ってるんだよ。彼氏とデートなのに使っていいよって。タグいっぱいつけてるから。よし。行く？じゃあみんなテルの枠集合で。車借りてきた。車借りた？ 入った。おう。まずかったし。どこ行ってたの？何時頃起きたの？9時半。9時半。ご飯派？パン派？え？ご飯とパンどっちが好きなの？俺ご飯。ご飯？牛乳、コーヒーには砂糖入れる方？入れるときと入れないときあるね。あ、本当に。そっか。全部わかったわ。じゃあ、行くわ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。